近邸四個全書教部八、論語集襲撃書、論語技書は、南朝張りの受学者であるスメラ正しによる、論語の注釈書、全十巻、論語集襲撃書とも呼ばれる。また、略して、論語書、論語儀と呼ばれる場合もある。漢、儀の頃、包みみな、バトール、提言、大しくら多くの学者によって、論語の注釈が制作され、 ギノカーンダは彼らの解釈を引用しながら、論語集芸を編纂した。この論語集芸を出発点にし、新代の書家の注釈を集めたのが、コウヒロシの失中である。コウ氏は、コウヒロシの本を利用しながら、新たな論語の注釈書として、論語儀賞を編纂した。論語儀賞は、体裁としては、 論語集下の注釈とセットの形で解釈が付されているが、その内容は、論語集下に忠実に従った解釈と、論語集下の解釈には関わらない説の2種類があり、必ずしも、論語集下の説を忠実になぞるわけではない。経書に対する儀書は、南北朝時代に数多く作られたが、漢本として現存するのは唯一、論語ゴ書だけであり、 技書の研究を進める上で重要な資料である。さらに、論語技書の中にはすでに失われたスメラ、ただし以前の注釈が多く保存されているため、研究資料としての価値は非常に高い。論語技書の内容面の特徴について、局府師範大学教授の交渉は以下の4点を挙げる。教書、中書の解釈形式をとる。技神の見学の影響を受け、道や思想によって、 教門を解釈する場合がある。こう、ただし以前の多数の学者の説を引用する。趣向に値する正しい説を示す場合も多い。より詳細には教習眼が以下の3点を挙げて説明している。多くが前人の説の因酒に出る。下段という方法を用いて教門を解釈する。前人の説をよく整理し、その際に主者選択を加えることがある。 こう、ただしの、下段とは、論語の20編が並ぶ順序の理由を説明すること、一編の中を章に分けて理解すること、そして一章の中を段に分けて理解することの3層から、なり、前後のつながりを強く意識して、解釈を行う点に特色がある。論語義書は、両大に聖書した後に広く流通し、随所形跡し、旧登場形跡し、 新当時芸文史などの生死の目録に記録されるほか、北宋前期の数分目総目南宋前期の軍災読書誌中高間隔書目、水発動書目などに助録されている。しかし、南宋後期の自家災書録会題には記録されておらず、南宋頃に失われたとされている。失われた要因の一つは、999年、京平によって、 論語正義が編纂されたことにある。論語正義は、論語義書を下敷きにしながら、語教正義を切り張りしながら作られたものであるが、この成立によって、論語義書は帰り見られなくなり、印刷される機会を得ることがなかった。なお、敦煌文献からは、論語義書の一部が発見されており、現在フランス国立図書館に保存されている。京都大学附属図書館像。 聖家文庫に保存されている清原義方によって伝写された論語義書。日本で保存された抄本の一例。一方、日本においては重要な地位を保ち続けたため、脈々と継承され、抄本、漢本ともに多種のものが現存する。論語義書は、漢表3年以前に成立した日本国民在所目録に記録されており、遅くとも旧世期末には日本に伝来していた。 また、論語義書の引用は他書にも見え、そのうち、霊衆下の引く古記に引用されていることから、奈良時代には伝来していたとする説もある。読者としては、藤原頼長の大紀の工事元年の記事に、彼が22日間で読み終えたことが記録されている。商本2015年の実践女子大学教授、影山明国の調査によれば、論語義書の商本には、 現在の所在が明らかな商本が三十六種、不明なものが二十七種ある。これらはいずれも日本で筆写されたものであるが、古いものは室町時代まで遡り、大変貴重である。以下に記す、主寺の版本、氷天本も、その源流はすべてこれらの商本にある。日本で筆写された商本にはすべてに、経兵、論語正義が書き加えられていることから、どれほど、 旧来の、論語義書の形式を止めているのかという点には、問題がある。半本江戸時代に入ると、上の小本に基づいて、主事の論語義書の基半本が刊行された。特に著名なものは、お牛空い文化の根本部位が、足利学校像の室町写本を底本にしながら、他本との交換を加えて刊告したものである。これが真に逆輸入されて、 アワビ定白の地府即祭草書、また、四個前書に収録された。ここにおいて、中国においても、本書の存在が知られることとなった。なお、四個前書に収録される際、論語義書8ペンに書かれていた、異民族の君主を劣った存在とみなす解釈が、異民族の君主である成長に問題視されたらしく、内容が一部改変されている。大正時代には、 竹内義織らの手によって、室町商本や根本本などを基礎として、活字本が作られた。現在中国で刊行されている、論語義書の評点本は、この本を定本にしている。2020年発見の中国写本2020年、6から7世紀初めに、中国で書かれたと見られる写本の一部が、日本で確認された。この写本は、2017年に、 慶応義塾大学が古書店から購入し、2018年以降、調査を進めてきたものである。自体から、隋以前の写本であり、遣隋使、または遣唐使によって、日本にもたらされたものだと考えられている。また古代の藤原詩院が押されていることや、藤原定館の高古雑記には、身武家が所蔵していたという記載があることから、日本に長く伝来してきた書き物であると言える。 この本は、論語の伝説最古の写本であるとともに、仏典以外のまとまった紙の写本では、現存最古級とされている。また、中国で書写された本であり、経兵、論語正義が混じっていないという点で、上記の日本商本とは一線を画している。ウィキメディアコモンズには、論語義書に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。